都内スタジオ持ち、人物撮影専門、今の撮影予約1ヶ月以上待ち、写真家亮と申します。フィルムカメラどれを買うか迷ってる人、この動画見た方がクリアになると思います。ではレッツゴー。最近フィルムカメラブームになってると思います。フィルムカメラもう新品作ってないので、まあ中古市場ですね、回ってる気分ですね。その中古市場に入ったら、多分今出てるデジタルカメラ10倍数十倍ぐらいの品種出てると思います。見たら絶対迷うんですね。どれ買った方がいいか、このカメラどういう味か、このカメラこういう構造ある、どう撮るか、いろいろ興味津々になってると思います。そしてまた文章見たり、レビューの動画見たり、さらに分からなくなるんですね。そこを皆さんと一緒に整理したいのは、まず大前提としては、フィルムカメラはただのツールです。フィルムカメラだからいい写真撮る一切ありません。だから今までデジタルカメラいい写真撮れるんであれば、そのプロセスわざわざ捨て、フィルムカメラのシステムに変える必要は一切ありません。だからそういう意味であれば買わなくてもいいと思います。でフィルムカメラは、まあ、いわゆる昔のツール、ただのツールですね。例えば、まあ、交通移動ツールとして昔は人力車とか馬車とかですね。今はもうあの車だったり、飛行機だったり、進化してるじゃないですか、まあ、カメラと一緒ですね。昔はアナログで、今デジタル、昔撮れないものは今撮ってる、いかに早く安全、正確撮るかというのは、まあ、ツールの役割ですね。まあ、今まであのフィルムカメラを使ってる方、まあ、自分も含めてですね、なぜ使うというのは、自分の作品作るのプロセスにフィルムカメラは一番合うと判断してからフィルムカメラを使うんです。別にフィルムカメラだからいい作品撮る一切ないんです。そういうのはあのフィルムカメラだからいい味いいフィルムとか別に間違ってないですけど、その理由であのフィルムカメラ使うというのは、まあ、ちょっと言い訳しか聞こえないです。ではどういうフィルムカメラ使った方がいいというのは、まあ、昔の、ツールですね、まあ、カメラの歴史としてあの味わいたいんであれば、まあ、数万円程度でもいいものをですね、少し買ってフィルムを入れて、ちょっと撮って、あ、昔はこういう感じ写真なってるねっていう味わえばですね、別に何も損もない、逆に賛成です。それを体験してから、あ、今は進化して、だからもっと昔撮れないもの撮れるねとか、もしくはもっといい作品撮れるねという考えになった方がいいと思います。だから簡単に言うと、いい写真たくさん撮りましょう。いい機材ではないです。ここで一つ告知ですけど、毎週木曜日夜8時皆さんと一緒に YouTube ライブやろうとしてます。その時ですね、皆さんいろいろといろいろ会話ですねできたら嬉しいと思います。リクエストとかあればぜひコメントでいろいろ話したいと思います。では今日はここで、さよなら。